まだ5丁目だった志村けん。ちっちゃい、綺麗だ。本物の鳥か？まさにサラブレッドだ。結局何の意味があったのと思うもの。ボケてに費やした時間。わかる、あるぞ。頭の回転。意味なんかいらない。一滴も飲んでません。いたいた。コンパの害悪。自分だけ楽しんでるよな。まるでホイッスル5秒前。ほいて。めっちゃ気になる。早くした方が良さそう。脳なし。お、うまいな。顔あるな。爪も隠してないわ。打倒玉木、学級員選挙。ドッキリドッキリどんどん、手取りが増えずに税金増えたらどうしよう、どうする。今さら、もうなってんて。教科書見ても書いてない。師匠に聞いてもそっと向くけど。猫バス専用の駐車スペース。そうなのか、知らなかった。一石三鳥。これが巨大化するのか。蝶のように前、悟空のようにオフス。いいこと、爽やかだね。防犯にもなる。良いことあった人やん。あなたと遠い親戚なんです。わお、急展開。落ちたら神に。来すぎって大事だな。ラーメンつけ麺。僕の方こそごめん。何した、良いリズム。それで謝るな。許しません。あれ、俺って古いアニメの主人公なのか。親父が博士。そうかも。なわけ。誰がアトムじゃ。鼻大きくて白髪か。動け、このポンコツが。動けってんだよ。お客様、100円を入れていただいてよろしいでしょうか。わろた、ボンミス。そら動かんわ。子供も呆れてるわ。40歳を過ぎたら、自分の顔の油をこまめにふきふきしなさい。大事、てかるよな。そんなとこまで。ネクタイも整えよう。あのコンクリート踏みてぇ。し、わかるよ。肉球が残る。踏ませてあげたい。これが悪役の特権だ。いいな、引くわ。やられるぞ。そっちに憧れたか。釈迦専用。だな。似合うわ。とうとう知ってか。術は自前か。名前は？わからない。住所は？わからない。好きなものは？ミキプルーン。わかった、簡単。もはや代名詞。覚えてるんかい。こんなボタンがあったら、×押しボタン、丸押しボタン、二重丸、中高薄ボタン。いらんわ、あるんか。誰が使うねん。審査員席に置こう。78% の人がうるせえなぁと思っていること。ビズリーチ。そうか、言い方な。俺は好きだぞ。見るのは好きだな。高く登ろうと思うなら、自分の足を使うことだ。高いところへは他人によって運ばれてはならない。免許証返納した帰り道に車に乗ってはならない。そらそう、当たり前。時代を先取り。要は足を使えと。君は完璧で究極のヌードル。増えた、攻めたな。これはプロだな。これが許されてはいかん。ポンデリングという言葉を使って会社の遅刻の言い訳をしてください。ポンデリング線が遅延していて。なんて、無理すぎ。早く言えばなんとかなるか。レシートを提出しろ。冬将軍がやってきた。本当だ、将軍様。はっきり見えとる。きっとちょんまげ。あなたが落としたのは金の覚醒器ですか。金の覚醒器ですか。独特、持ちてよ。返す気ないやん。コンパクトサイズ。テイク231。よかった、はい、カット。NG 多すぎだわ。監督のこだわりがすごい。ヒロインとは？話を盛り上げる女の人、女性の英雄。ヒーローインタビュー。略語、そうじゃない。野球選手か？多分すごい人だ。お前が俺にしてきたことだ。ああ、確かに。落とされてるのか。使い捨てはゴリゴリだ。重いもの持てないタイプのバイト。ほんまや、細いな。ジャンパーで冷蔵庫。でも集客良いんだよな。今から、落ちたら下全部マグマね、って言われた。鬼畜、今から。理不尽ルール。白ブロック以外は地獄な。タグがかゆい。どんまい、気になったか。ここからが辛い。切り方も大事だしな。ゴチ決定。わろた、そう見える。食いすぎたか。バッファローは高いて。
長袖の季節だぞ。優しい、寒そう。自分で気づけ。悪役、いいから戦え。あ、ばったりあったね。そうだね、ばっただけに。変身済みかい。バイク見なかった？ここは俺らの縄張りだ。擦り傷程度で済むと思うなよ。チュールください。強い、すみません。ポケモンみたい。それなら勝負だ。おでんツンツン、醤油ペロペロの彼らをも忘れさせるほどの悪用を教えてください。裏金がポガポ。正解、一瞬。もう忘れたわ。懐ホクホク。働く細胞、黄色ブドウ球菌。マジか、出演者。お疲れ様です。出て行ってもろて。赤ちゃんポスト。元祖、そんな。かわいそうに。好きでも捨てられるのか。天秤を動かしてる真犯人。お前か、許さん。どれだけの人を。でも規則的なんだよな。再配達5日目、確実に家にはいる。いるわ、ぐっすり。これは悪質。救急車いるかも。ふんわりしっとり。バリカタホットケーキミックス。矛盾、博多風。ふんわりとは。俺は粉落とし派かな。トゲトゲしい言葉の裏には常に優しい思いが潜んでいることを理解してほしい。優しい言葉の裏にある下心も理解してほしい。そうだな、潜んでる。そっちのが大事。わいは下心しかない。犯行を諦める要素。犬を飼っていた。警察官に出会った。子犬を拾った。優しい、平和だ。偶然かい。とりあえず犬飼おう。とうとう Google が一文字も読めなくなった。ほんまや、IMI。 やっぱり凝ってる。クイズ王への挑戦状。クレアおばさんの家に電話したら話中。大変、重要なのに。そういう年頃。支柱作ってスピーカー。かくれんぼで隠れた子の気配が強すぎる。強、見えてるやん。かえって難しい。オーナミーつけた。お前の娘はサマー、娘様は誘拐した。返して欲しければ300万5000万、5000万用意しろ。笑え、あははは。何これ、カオスすぎる。勢いにやられたわ。これが本当の愉快犯ってな。女性の宇野さん大欲求。1、共感してほしい。2、察してほしい。3、ずーっと喋らせてほしい。男もおる、察するわ。うん、そうそう。口に出さなければ OK。 できればあと1個欲しいもの。給料のゼロだな、俺も。月1万円じゃな。なんぼあってもいいですからね。ち、またチェンジかよ。嘘、かわいそ。匂いかなんかか。打順が来ないのか。社畜の時短術。お、天才。せめて脱ごう。もはやかっこいい。娘、おとんが他の女とホテルに入っていくの見たぜ。あざす、言うの。こやつできる。そう、行くわよ。身体的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求。給料なし。マジか、きついな。即刻訴訟だ。公園のベンチだな。鍵なくしたの散々俺のせいにしてたくせに。うわぁ、ひでえな。この顔ですよ。女はこういう生き物です。メロスは激怒した。だな、うまいな。描写が的確だ。これは激怒していいと思うぞ。渡す 83%、 渡さない 17%。 秋竹城は自分のことを何と言う？うまいな。お見事ですわ。 17% の渡さないってなんだよ。それじゃ父さんは夜の仕事に行ってくるから、お前ら早く寝るんだぞ。ちょ、親父よ。夜の、だと？なんて顔してやがるんだ。真面目に歌わない男子はコンクールに参加しない方がいいと思います。わろた、言ってるわ。こういう人いるわ。あ、クラスに一人いるよね、こういう女子。隣町に移動になった信号機。ほう、なるほど。徒歩で移動かよ。迷惑極まりないな。敵軍の戦闘機が接近中。数は100です。いいね、わかりやすい。100もいねえ。睡眠的なあれなのか。私と仕事どっちが大事なの？一番悪い答えを教えてください。ママに聞いてみる。あかん、最悪すぎる。まあまあまあ一択やな。つまりはママが一番大事ということで。お前の父ちゃん電子顕微鏡で見たぞ。マジか、
小さすぎる。どれかわからんだろ。中学生の理科を思い出したわ。赤ちゃんが喋ってもギリギリ信じられる言葉を教えてください。あ、バオアクー。バロタ、言いそうだ。どこで覚えたんや。前世は軍人だったのかもしれない。あなたが私にくれたもの。使い道のない小さいサイズのマスク2枚。バロタ、字余りだ。歌えねえよ。リズムへの違和感を気にさせる高等テク。こいつ、寂しいらしいぞ。弱ってしまう前にみんなで構ってやろうぜ。やん、かわいい。優しい世界。ほっこりしてまうがな。いたずら心で教室の入り口にギロチンを仕掛けたら担任を真っ二つに切り裂いたが、右担任と左担任に分かれて授業を始めた。おい、シュール。いたずらですまねえ。避けるチーズ的な状態なんかな。毒キノコに当たった弟を2時間撮影し続ける兄貴。おいおい、助けたれよ。狂った目をしている。周りは一体何をしてるんだ。行方不明のハムスター君に変わった様子はありませんでしたよ。あ、お前か。やっちまったな。行方不明なのになぜ様子がわかるんだ。血圧が高いので。ノリノリマサノリダンスはやめましょうね。まだまだやめらんねえな。マジか、ノリノリ。やめとけって。いい運動になるんじゃね。そうやってすぐフラミンゴになるのはあなたの悪い癖です。なんで。すげえ特技だ。どうしてそうなったんだ。物事のやめ時を逃した人間の末路は悲惨である。向きになってハマればハマるほどパチ屋は儲かる。だな、違いねえ。やめ時って大事だね。ソシャゲにも同じことが言える。このサスペンス映画開始すぐに犯人が分かってしまった。なぜ字幕がずっと犯人になってた。あ、ボンミス。放送事故だよ。これはまさかの展開ですな。連想ゲーム、リンゴ。おいしいな、しいな、リンゴ。好き、おもれえ。そうきたか。一平かもしれんだろうが。トイレの詰まりを直す道具、これをなんという？救世主。だな、それいいね。なかった時の絶望感。押し出してるんですけどね。カッパの倒し方を教えてください。カッパ、え？俺に聞くのそれ？だな、わろた。知ってるでしょ？そこんとこなんとかお願い。パントマイム。うまい、やられた。イム様ってか。まあまあ死んやないか。タケコプター。おい、何してる。どうしたんだ一体。こいつには近寄らない方が良さそう。簡単な罠に引っかかる。うふ、いいね。シンプルで好き。もはやコントじゃねえか。誰かいる。マジ怖いわ。変なおじさんじゃね。発光しててポカポカあったかいんだよね。心を落ち着かせたいが人と書くべきか猿と書くべきかわからない。こっち、書けるの？どっちでもいいんじゃね。結果的に飲み込むんだからバナナにしとけ。ポケットを叩くとビスケットが2つ？割れてるだけだろ。だな、うぜぇ。混ぜたガキめ。もう1つ叩くとビスケットはこうなもな。じゃあなんで噛んだのよ。と味がめちゃめちゃ残ってるのに捨てられた。やりきれないグリーンガム。あ、ごめんよ。後味悪いぜ。路上に破棄してるんじゃない。秋田県のとある村では、言うことを聞かない男の子のチポンコを切り取って酢漬けにする慣習がある。悪い子はビネガーなんつって。やば、ビネガー。でっけえなおい。ビネガーの勢いに負けた。あと1台でとどろき。うむ。確かに。あとちょっとだ。そういうゲームなのか。写真を撮ろうとすると、いつも目の前に知らない白人が映り込む。そっちか。こういうのいいよね。そりゃ顔真っ赤にして怒るわな。力士会運動会。月に代わって押し出しよ。わろた、キモいな。月すら押し出してそう。奴らの小手投げは腕から肩まで壊されるから要注意だ。豚柄、鳥柄、人柄。でもお店はガラガラ。うまい、うわお。やめたれや。というわけで閉店ガラガラ。あれ？ちょっと待って、人類いらんのちゃう？ごめんね、ちょっと待て。しまった、気づかれた。この世に必要なものなんて何もないぞ。日本が嫌になった？あにょはせよ。はいはい、どうした？カムサハムニだ。先生、韓流好きおばさん扱い慣れてる。
はあ、彼氏の趣味がボケてだったとは。あ、ごめんね。そっとしといてあげて。早く気づけてよかったな。シロがいないわ。どこに行ったのかな。ここにいます。え、まさかの。じいさんになるのは珍しいから気づきにくい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。